こんににちは聞き方をを変えて人生を楽すする慶長教育課の岩松正文です今日のテーマは「集中力を上げる習慣」ということで、まあ、引き続き全然傾聴と関係ないお話をしておりますが記憶の話なんですけどもねの私は16年間慶長の講習をすると同時に8年間記憶法の講習もしておりまして、まあ、そのね記憶を仕方、脳の使い方を学ぶことによってキャリコンの 試験に合格することができましたのでね、あの記憶が得意な方っていうのは別にこの動画は関係ないと思うんですけども、苦手な方、大変だなと思ってる方いらっしゃると思いますので、ぜひですね、えー、この動画を見ていただきながら、少しでも楽にキャリコンの11月のね試験に向けて、えー、楽にですね、えー、勉強進めていただける参考になればいいなと思ってこの動画をアップしております。はい、でですね、今日のお話はスキルじゃないんですけども、あのスキル、記憶するための方法を知ってても、 それを使いいこなななせる状況ががかったら意味がないわけですよ他の動画でねお話しした通りちゃんとそのテキストをね覚えるという行為そのもので言うと数をちゃんと決めてから覚えなければダメですよとかあるいは必ず口に出して言ってくださいとかその階層化してね一番浅い階層からまず脳に入れてくださいとか。 そういう話をしてきたわけでありますけれども今回はそういうそのテキストとか勉強そのものの対象物との向かい方というよりはどういう環境の中でそれを勉強した方が効率がいいかっていうあのすごい簡単なことなんですけどもやってない方が結構いるのでそのお話をしたいと思うんですね。で別ににもももったいいいぶるるほどどののののこここととでもないのででなね今日はあここのホワイトボードのところに全部もう書いてあるんですけども あの簡単だけどやってないことの筆頭はまずこれですね少し寒くするとこれ部屋の話なんですが部屋の温度の話なんですけどもあったかい部屋って勉強はがとらないんですよはいあの頭がぼーっとしてきてしまって集中力を欠くんですねだから部屋の温度は少し低めにした方がいいです、まあ、人によってねどれを寒いと感じるかとかあのエアコンの種類によって違うので何度って 何度に設定したらいいかっていうのはちょっと言えないんですけど、まあ、例えばうちの場合、私の場合だったらあの集中力上げたい時はだいたい2 5度ぐらいにエアコンを設定しますね。はい。だから外で何かあの勉強する時も、もうんと。例えばマクドナルドに行って勉強するしたこともよくあったんですけども。あえてエアコンの近くの席に座って結構ね。あの風。 まあ寒く涼しく感じるぐらいの位置に陣取って勉強した時の方が離れてあったかいところで勉強するよりも集中力は確実に増すはずですただね風邪ひかないようにしなきゃいけないもんで、まあ、それはちょっと上着をね一枚必ず羽織るようにするとかありますけども基本的にはもう寒くした方がいいですあったかくしてませんか勉強する時特に冬にね、まあ、今回のキャリコンの試験は11月ですから冬ではないんですけれども お勉強する時にね、部屋をこう温めて、暖房でポカポカ温めて勉強なんかしてると頭全然回らなくなるっていう経験した方いると思うんですよねこれはあ寒くないと脳は動かないですそれは何でかっていうと人間の集中力っていうのは自分の命が危険だと感じた時に集中力は増すわけですで、例えば、うん、敵が近づいてきた時こういう時も集中力は増しますよね はい、であと一緒で寒いっていうのは命に直接関わる危機ですからそれに関しては人間は防衛本能が働いて集中死なないように集中力を上げるっていう働きがありますので、まあ暖かくするっていうのは平和だっていうことですからね、えーまあ、実際に私たち命の危険があるわけじゃないんだけど人間の本能は寒い方が危険を感じるのでその方が集中力が増しますよってこういうれお話です。で2番目が 血糖値をを上げないいっていうことをです、ねはい、まあもっと違い方すると勉強する前に食事をしないっていう言い方でいいと思うんですけど食事しした後に勉強らら頭は絶対回らないですだから私なんか見ててかわいそうだなと思うのは小学生って朝ごはん食べた直後に学校行ってすぐ勉強しなきゃいけないじゃないですかで消化終わってないのに頭の中でう,もう血糖値がこう上がっちゃってる状態で勉強しなきゃいけないってすごくかわいそうだなって。 仕事もそうじゃないですかねまあ午後になるともう食事の運動に関わらず体内時計がちょっとオフモードに近づいてきて午後の2時過ぎるとね人間の脳みそって緊張感切れるっていうのは確かにあるんですけども、うん、ご飯食べた後にバリバリ頭が回るっていうのは基本的にはないですよね。だから血糖値が上がってこのインシュリンが、まあ、出てくると思うんだけどもぼーっとするので、まあ、甘いものとか、まあ、糖質炭水化物 そういうものを食べると、まあ、体がちょっとあったかくなってきてあの、まあ、消化にエネルギー使わなきゃいけないっていうのもありますし血糖値が上がってくるのでボーっとしてくるっていう感じになりますね。だから勉強する時間帯としては食事をする前がいいですね食事をする前。だから例えば私は大体朝5時半ぐらいに起きますけど5時半に起きてから例えば7時までの1時間半お尻が区切られてる方が集中力が増すっていうのもありますから。 あそのご飯食べる前の1時間半とか2時間の方が集中力がすすごく増しますねあの夜でもいいんですけど元気な方は夜ってその日の仕事とかの具合によって結構疲れてるとねなかなか集中できないこともありますが、まあ、夜もあのご飯も食べて、まあ、2時間以上経ってるとかいうのであれば夜でもいいと思いますし、はい、とにかく食事の前の時間っていうのは非常に貴重な時間なのであの食べてねしばらくはちょっと。 もう勉強するのはなかなか大変ですから、やめるとで、それ以前にあんまり甘いものを取らないってことです。あのよくこうなんですかね。私の記憶法の講座受けた方もそうなんですけど、一応ね。おもてなしとしてチョコレートとか出しとくわけですよ。で、あれね、ねあんまり食べない方がいいらしいですね。専門の方に聞いたらはい。知り合いにね。あの脳の専門のお医者さんがいて、まあ、その方も記憶術受けに来てくださったんだけども。あのチョコレートバクバク食べながら、これ、本当は食べない方がいいんだよね。脳のためにはって言いながらいっぱい食べてましたけどね。 それやっぱり砂糖が入っちゃってるやつっていうのは脳に、えー、あんまりいい影響記憶にいい影響を与えないもんで食べない方がいいですね、まあ、若干消化が悪いものの方がいいって話があってあのそのね脳の専門の、まあ、お医者さんなんですけどちょっと聞いてみたらあの例えば何がいいんですかって聞いたら「スルメ」とか言われちゃってね「<laughs> スルメ」とか「ワカメ」とか言われて「いやそれはちょっとあのお客さんに出せないんですけど」って話したんですけどでもとにかく血糖値上げない方がいいんですよ。 だからご飯がねその健康全体で考えたらご飯が必要とか炭水化物がどうかって話は別として記憶をしたい勉強をしたい手術を上げたいっていことでいうと炭水化物とか糖質のものは、まあ、取ると頭がもう回らなくなるはずなので、えー、とやめるっていうことでしょうね。はいまあ、あとねお昼なんかに関してそのコーヒーナップっていうんですか、あのー、コーヒーをちょっと飲むといいとかあるいは えっとまあ、東南アジアの国なんか結構お昼,あお昼過ぎにねお昼寝の時間が必ずあるという国もありますよね。大体いい、えー、15分から30分の間ぐらいでお昼ご飯食べたあとに短い休憩を、まあ、お休みです仮眠ですね仮眠をとると集中力が上がるというお話があります。でこれね実際私がやってる講座の中でこの2年間ぐらい試してますね。 一、えっと、日の講座なんですけどお昼の休憩がまあ大体50分から1時間取とるんですがそれを帰ってきたらあのみんなで15分間お昼寝するっていう部屋の中を暗くしてそうするとね私自身もその時仮眠とるんですけども確かに、あのー、その後に、ね、頭痛くなったり重くなったりってことがかなり減りますね。ななので無理してててててね15分間間もっっっっったいないかからら言言時がびるるやよりは まあ終わりの講座の終わりの時間はそのままにしといてそれでも15分間仮眠取った方が集中力という面では明らかに増すと思いますね。私はそ,そのコーヒー飲むっていうのは合わせて、えー、やってるんですけどねコーヒー飲んで15分ぐらい寝るとちょうどねそのコーヒーのカフェインも脳に回ってくるのでいいなんて話もありますがこれはまあちょっと個人差が感じられるのにはあるんじゃないかなと思うんですけどとにかくあんまりね血糖値上げ 上がってるときに勉強しても無駄なので、そのときはまあ諦めるし上げないようにするっていうのも大事かなと思いますね。はい、それから集中力というよりはまあ記憶力になっちゃうんですけども、寝るってことですね。はい、意外と私これができなくて苦労していた口なんですが。 あの寝る時間ってなんか私たち休んでる時間だと勝手に思ってますけども脳のレベルで見ると寝てる時間っていうのはもうずっと動き回ってるわけです脳みそっていうのは。で何してるかっていうと色ろいろやってると思うんですけどあの記憶の整理をしてるわけですねはいその日を覚えたことを主者選択しながら、まあ、長期記憶短,短期記憶っていうふうに分けてねちゃんと定着さ化させてくる作業をしてるのが寝てる時間でもちろん個人差ありますけどもやっぱり6時間前後ぐらいは。 寝寝ななないいいとととそそののの記憶の定着の作業が寝てるる間にに完了しういいうことになるそうですだから前の日いくらですよあのここまでお話ししてきたような記法を使って効率よく覚えてきたつもりでもちゃんと寝ないとだいぶここでパーになっちゃうってことです寝ないと、ね。だから徹夜とかダメなんですよ。 徹夜しちゃうと脳の整理する時間が全然なくなるので記憶がどんどん覚えたものから消えてくって感じになりますねはい、だから徹夜もダメですねそうするとですねこれちょっと見たいんですけどこれ寒いのダメでしょ寒いのダメでしょでなんかこう食べちゃダメでしょで寝ないとダメじゃないですかこれ昔言われてたある常識の真逆だってわかりますか なんか大学の受験をするね男の子が頭に必勝とかっていうこう鉢巻きつけてですよ寒い冬にまあ、大学入試行ってね年明けにありますからこうちゃんちゃんこ着てですねでこたつかなんかなんか入ってですねでなんかこうみかんが置いてあったらあと缶コーヒー受験勉強になんか目を覚ますのに缶コーヒーの甘いやつね甘いやつのを使うからって言って。で こう寒い日にこう車りながらですよちゃんちゃんこれ、ね、勉強してるみたいなよう昔よく見た気がするんですけどこれ全部ダメだってことですよねあったかくしちゃダメなんですよ若干寒くないとダメなんですねで食べながらとかダメですね食べちゃダメですねはいあの食べない方がいいあの気がですね気が上っていうのは人間の危機感を最も煽るものの一つですから自分をその気が状態に若干しといてあげた方が当然集中力が増しますよね。 で寝ないででで徹夜して勉強すすするわけですよもうアウトですねつまりこうあの昔見たねその寒い日にちゃんちゃんこ着て何かあったかいコーヒー甘いコーヒー飲みながら勉強してるっていうのは脳のレベルで言ったらもう記憶したくないと車で言ったらアクセル踏みながらブレーキ踏んでるのと同じだというぐらい悪い習慣なわけですよ。記憶しにくい状況をわざわざ作ってそれで一生懸命頑張ってる。 無駄ですよね、はい、もちろんこの体の反応なので個人差っていうのはありますけども基本的に人間の作りとしてはその危機感がある方が集中力が増すこれは当然変わらないですし命のね働きの一つですからあとは脳の自然の動きで言えば寝てる最中に記憶が整理されるっていうことはもう最近明らかになってますから寝ないで頑張るっていうのは精神論的にはなかなかいいかもしれないんですけども記憶力をちゃんと上げるためには全く意味がないことなので。 あの頑張った自分に酔うんじゃなくてね是非ちゃんと覚えられるような生活習慣を作っていくということをお勧めしたいと思います。ということでえ今日の、ね、お話が参考になったよという方は高評価とチャンネル登録の方をお願いします。それではままたお目にかかりましょうさよなら